子の皆さん、こんにちは。今日は幸せなら手を叩こうをいろんな伴奏系で弾いてみます。さまざまなコード進行やディミニッシュというコードを活用していろんなバリエーションで弾けるととても楽しいです。楽しくリズムを体感することも面白い曲です。幸せなら手を叩こう。ミュージックオン。Thank you.